まずは、発撃破時のプレイ動画です。ここからは、追憶と交換できる武器についてご紹介します。まず、追憶はこんな感じ。そして、追憶と交換できるのは、この二つ。アレクルー神獣と神獣下踏みです。まず、アレクルー神獣についてご紹介します。アレクルー神獣は、タリスマンです。効果は、嵐の威力を高めるとあります。おそらく、嵐系の攻撃の威力が上がるものと思われます。次に、神獣下踏みについて、ご紹介します。神獣下踏みは、戦牌です。その名の通り、下踏みの強化版のようです。
さて、実際に使ってみましょう。なお、このキャラのレベルはマックスです。貯めると範囲と威力が上がります。範囲は広いですが、威力が微妙に低いですね。隙も大きく、使いどころに困りそうです。なお、神獣獅子舞を撃破すると、頭を入手できます。嵐の威力、筋力、技量は上がるようですが、回復瓶の回復量、消気耐性が下がってしまうようです。実際に装備すると、こんな感じ。かっこいい。なお、この頭、装備する以外にも使い道があります。このおばあさん、頭を装備してないまま話しかけると。このように、うなされていますが、神獣の頭を装備すると、After an eternity of the mind, our voices have at last reached the heavens, as evinced by thy gracious arrival. Oh, oh, oh. I implore, vessel of the sacred beast, have my son accompany thee to war.And dance thy dance of beauteous color. Take vengeance upon Mesmerity's lot. They who betrayed us, aye, they who burned us, let them face in thy wrath their just deserts. My song will I sing in service to thee. 祈祷がもらいました。ご視聴いただきありがとうございました。